選んでくれました。パ・リーグのゴールデングラブ賞はこの9人。まずは外野手3人が自ら選んだベストプレー。2年連続2回目の受賞、日本ハム楊大寛。9月のオリックス戦、去年までのチームメイト糸井の打席、センターへの大飛球をフェンス際で見事キャッチ。要は糸井さんだったこともあり、特に印象に残っているとコメント。この発言を糸井にぶつけると、最悪やわ。むちゃくちゃガッツポーズされたんで、すごく悔しかったです。その糸井は5年連続5回目の受賞。ベストプレーは、これぞレーザービーム。自慢の強肩を見せつけた。初受賞の西武秋山、クライマックスシリーズ進出を争っていたロッテとの試合、このプレーが逆転勝利につながった。ファースト浅村も初受賞。二塁三塁のピンチを好判断でしのいだ。三遊間はソフトバンクの2人、サード松田は自分らしいハッスルプレー。初受賞22歳のショート今宮は、股下でキャッチしてからの素早い送球。最多3人が選ばれた楽天からキャッチャー島、俊足のランナーに出塁を許さなかった。ピッチャーは田中将大。3年連続の受賞も自ら選ぶベストプレーはなかった。しかしその代わりに一人のチームメートの守備を称えた。まあ、これだけ、まあ、連勝のことを言われてきてですね、まあ、藤田さんの守備がなければ途中で止まっていたと思いますし、まあ、本当に感謝してますね。プロ9年目にして初受賞、セカンド藤田和也。今シーズン24連勝を記録したエース田中をこの守備で幾度となく救ってきた。藤田のベストプレーはその田中が先発した巨人との交流戦。1点リードの2回、ツーアウト2塁、一打同点のピンチ。打たれた瞬間、あ、やばい、抜けたと思って、あそこで失点を防げたっていうのは ものすごい大きかったなっていうふうには思います。まあ、正弘の、まあ、球速と、まあ、コントロールとっていうのを、まあ、自分の中では考えながらポジショニングを取って予測してたところに来て、まあ、理想の、まあ、プレーができたんじゃないかなと自分の中で思います。藤田選手のベストプレー素晴らしいです ね。普通だったらショートが、ね、取らなきゃいけないところなんですけど、彼も言ってたようにポジショニングであったりキャッチャーの構えてるところによって自分がどう動けばいいかっていうのがしっかりとできてるプレーですよ ね。まあ、工藤さんは横浜で一緒にプレーしてたんですよね。そうなんですね。やっぱり彼は、ね、趣味もいいんで出たりはしてたんですけど、やっぱりなかなか、ね、試合に長く続けて出るっていうことができなくて、まあ、それもいろいろ苦労もあったと思うんですけどね。去年の6月から楽天に来て、はい、ですからやっぱり彼はですね、やっぱり試合に使ってもらえる、出してもらえる、もうその喜びだけで今年1年ねやってたと思うんですよ。この今のプレーもですね、普通だったら手を使ってクッション取るんですけど、自分の体がどうなってもいいっていうプレーですよね。そしてこのプレーもですね、土なんですよ。だからすごいバウンドが変わったりとか強くなるんですけど、そんな中でも対処している。本当に技術の高いプレーだというふうに思います。はい。
さあ続いてセリーグに行く前にめったに見られないプレーの数々を見ていきましょう。まずはこちら、日本ハムケッペル投手の背面キャッチ、はい、これはね本能です、ピッチャーとしてのね、なんとかボールを止めたいっていうですね、はい、芸術的な動きですね。そうですね、なかなかできないですね、はい、さあ続いてこちら、広島の上本選手、これ、なんか飛んでますよね。そうなんですね、これバットが飛んできてるんですけど、非常にね、ああいう動きをしてる時のバットって危ないんですよ、折れたところが先が尖ってるんで、それをうまくジャンプしてね、避けて、ナイス。続いてこちらのプレーです、はい、高く上がったボールを、これはね、一か八かのプレーなんですが、これよりもファーストの森野選手がね、素手で取ってるんですよ、これ、はい、素手と素手、はい、この動体視力はさすがですね、さすが野手、平手という平手ってことですね。そうですね、手で取るっていうのはやっぱりなかなか難しいんですけどね、これうまく取ってます。すごいですね、はい、さあ続いてセリーグです。ここからはセリーグのゴールデングラブ賞、最多4人の巨人からベストプレーを挙げてくれたこの2人。まずは5年ぶり3回目の受賞、キャッチャー阿部。5月の阪神戦、一塁ランナーの西岡がスタート、阿部が送球、タッチアウト。この時の沢村の投球はホームベースの1メートル手前でワンバウンド、自分でもびっくりという阿部が見事に西岡をアウトにした。巨人長野は3年連続3回目のゴールデングラブ賞。9月対 DeNA、 ツーアウト2塁、バッターはブランコ。打球はライト長野の前へ、バックホールがファーストロペスがキャッチしてライトゴロに。長野はなんで取っちゃうのと思いましたが、ロペスの好判断、共同作業で完成したライトゴロを喜んだ。2年ぶり2回目、ショート鳥谷のベストプレーは6月オリックス戦8回裏のダイビングキャッチ。2年連続2回目、 DeNA 荒波、8月巨人戦で見せた矢のようなスーパースローイング。広島丸は嬉しい初受賞。外野手にとって難しいとされるのが後ろへの打球、オンナイスキャッチ。そしてセリーグのピッチャーは広島前田健太投手です、はい、2年連続3回目の受賞となったんですが、はい、前田投手が挙げたのが牽制です。工藤さん、そうなんですよ、この牽制にはですね、すごい技術がですね2つも隠されているんですね、はい、この見ていただきたいんですけど、まずはこれアウトにしたところなんですね、なんですがその前に牽制同じランナーにしてるんですよ、ここです、これはセーフになってます、ね、はい、そうなんですよね、はい、でそうなんですが、この2つセーフになったのとアウトになったのを比べていただきたいんですよ。何が違うと思います？ボールが早くついてますよね。そう、ボールが早くついてる、はい、なぜ早くついてるかっていうと、前田投手の体のターンが異様に速くなってる、これがまず一つあるんですね。そして二つ目、この位置、腕の位置、腕を低くすることでより体のターンが速いんで、腕を低くすればよりボールを速く離せるということで、この二つの技術が相まってこのアウトにつながってる。これを一瞬でやるのはですね、ピッチャーではなかなかできることではないんで、すごい技術を、まあ、持ってるなというふうに感じました。ものすごい勢いで短所だったらセカンド投げちゃう可能性もありますか、はい、ないんじゃないですかね、はいはい、では最後の一人を見ていきましょう。プロ野球界でもトップの超一流になれる素材だとは思います。名手宮本慎也が絶賛するのが、中日荒木が持つシーズン最多捕殺数の日本記録を更新した広島菊池。ヒットだなと思った打球も、ね、菊池が取ってくれるし、肩も強いんで、どんなに悪い体勢でもしっかりと一塁投げてアウト取ってくれるので、まあ、本当に心強い存在です。とチームのエースからの信頼も厚い菊池だが、その一方でエラー数はリーグ最多タイの19。
特にシーズンの前半6月までに19個のうち14のエラーを記録。リーグワーストに並ぶ1試合3エラーをしたこともあった。せっかちなところがあるんで、どんなに余裕があっても取ってすぐ投げなきゃとか、そういうプレーがあるので、もうちょっと落ち着きなさいっていうことだけは常に言ってきたことなので。大学時代はショートで守備力を評価されていた。不慣れなポジションへの対応に戸惑いがあった。振り返ると、なんであそこを慌ててしまったんだろうっていう思いはいっぱいあります。まあ、やっていく中でこう慣れていったっていう部分もありながらも、まあオールスター休みを挟んでからこう気持ちを入れ替えてできたかなっていう感じはありました。その言葉通り、7月以降エラーは減少。9月には捕殺の日本記録を塗り替えた。菊池自ら選んだベストプレーは8月のヤクルト戦、ツーアウト満塁のピンチの中で生まれた。ライナーが来た時に、取らなくてもいいからとりあえず抑えたいっていう思いで飛び込んだんですけど、決して慌てることなくチームのピンチを救った菊池のファインプレーだった。まあ、なんといっても岸選手は身体能力が非常に高い選手なんですね。そうですね。はい、だからやっぱりあの野村監督も石井コーチもですね、もうエラーしても気にするなと、で人の取れないところまで行けちゃうわけですよ。はい、だからやっぱ本人が気にしてしまうので気にするなと、いうところを言って、もう本人がもう好きにやらせてあげることでしっかりと成長することもできましたしね、グローブ、ゴールデングラブっていうのにつながったと思います。なるほど。